最初聞いた時はなんで自分がって思いました。なんかこうそういう声のお仕事をしたこともなかったですし、結構その役としてもなんだろう、カースト上位っていうイメージのある役だったので、なんか自分にできるかなっていう風に不安だったんですけど、そういう、こうアドバイスもいただきながら、なんかそれなりにこうなんだろう、できたのかなと思います。楽しかったです。やっぱ不安で最初はやっぱ声も全然出なかったんですけど、その監督さんだったりとかあのアドバイスをいただいたことで、こう徐々にこうなんだろうな、自分の中でペースがつかめてきて、結構最後は楽しんでできたなと思います。フラミさんはやっぱそのスタイルもいいし、そのなんだろうな、ホネストのフォロワーがすごい多かったりとか、クラスでもそれこそもうカースト上位っていう感じの、なんだろうな、もうすごく人気な方なんだろうなというふうに思いますね。でもなんかそのなんだろうな、こうネチネチしてるわけではなくて、結構そのなんていうんだろう、そんなにこう嫌みったらしいわけでもなくっていうイメージでした。はい、ですけど好きな骨はこの小指の第二関節ですかね。ちょっと特になんか理由はこう大好きっていう感じではないんですけど、中学校の時に、中学生の時にバスケをやってて、突き指してだいぶ一回腫れたことがあったんですね。でなんかちょっとそれ以来歪んでる気がして、なんかそれがなんかこう自分でもこう見るたびに、あ、こんだけこういう思い出があったなっていう風に思える部分なので、一番小指の骨が好きです。はい、この映画は本当になんかこうシュールな面白さがあったりとか、普通にもうなんだろう、楽しめるというか、すごく面白い内容になっていますし、骨のなんだろう、人間に例えるとこの動物の骨はここでとか、すごい勉強にもなると思うので、楽しんで見ていただけたらなと思います。青春、それは骨と骨のぶつかり合い。かっこいいだろ、なんか昨日の夜生み出しちゃった。俺の友達は楽器になった。君に生徒会副会長になってもらいたい。え、待って、ウケる。君の力が必要なんだ。俺の力？かっこいい。ワニワシジャネル。本音はこのあばら骨にしまう。亀だ。ああ、休みか。俺らみたいな奴が一軍になることなんてありえないんだから。悲劇のヒロインぶってんじゃねえよ。助けなきゃいけない奴がいるだろう。うわっ。 Too much you like, too much you like。 好きなことだけ試したい。選挙戦よろしく。負けるわけにはいかないんだ。これは葛藤と成長を描く王道青春あばら骨ムービー。この世界の者たちをぶっ壊しに来た。亀の甲羅はあばら骨。うわあ、腰痛い。